はい、こんにちは。イマジンハート研究所のナオジーでございます。はい。前回ですね、紹介したですね、フードドライヤーですね。これを使ってですね、柿とね、リンゴ、乾燥させてみたいと思います。柿はですね、甘柿を使います。あ、ちょうどね、今日ね、知り合いからもらった柿を使わせていただきます。ですね、どんな感じかっていうと、柿の方はですね、こんな感じですね。こんな感じで切りました。なるべく薄い方がね、乾燥しやすいんですけどね。はい、これは甘柿ですね。渋柿でやるとですね、渋が抜けない可能性があるんでね、渋柿は渋柿としてですね、時間かけてやらないといけないかもしれないです。その辺ね、まだね、やったことないんでね、わかんないんですけれども、とりあえずね、こうやって早く乾燥させる場合はですね、甘柿を使った方がいいですね。というか、使わないとダメだと思います。渋抜けないんじゃないかと思います。そしてリンゴの方はですね、このようにやっぱ同じようにスライスしてます。はい、このリンゴはね、結構ね、何回も作ってますんでね、これがそうですね、こんな感じでね、もう何回も作ってるんで大丈夫だと思うんですけど、今回はですね、機械の方をね、フードドライヤーの方を新しくしてるんでね、大体同じような感じにします。ですね、閉めまして、大体ですね、今までの感じからするとですね、時間はですね、時間、温度はね、大体60度ぐらいがいいのかなと思います。はい、温度を60度にします。温度60度。そして時間をですね、いつもね、10時間でいつもね、最大いくつな、あ、最大24時間まで設定できますね。じゃあ12時間でやってみますかね。はい、これでね、動くと思います。はい、動き出しました。60度で12時間の設定にしています。今がですね、夜の7時なんで、朝の7時に一応タイマー切れるはずなんでね、そしたらですね、また様子ね、中の様子なんかをお知らせします。はい、ということでね、はい、ちょっとお待ちください。はい、ですね、12時間ほど経ちまして、切れてたんですけど、今ね、再度、5時間追加いたしました。今どんな、12時間後どうなってるかってちょっと見たいと思います。はい、まず柿ですけどね、こんな感じなってます。張り付いてますけれどもね、わりかし、まあ乾いてはいるんですけど、こんな感じね、なんかソフトな感じですね。これ美味しいんですけど、このくらいの方が美味しいんですけど、これだと日持ちしないんでね、これちょっと一個食べてみますけどね。はいはい、うん、ほんのり甘くてですね、美味しいんですけど、もうちょっとね、カリカリにします。これ保存するんでね。あとですね、リンゴの方こんなになってますね。これもまだね、かなりソフトですね。ちょっと厚く切ってるっていう点もあるんだろうと思うんですけど、もうちょっと薄く切れればいいのかもしれないけど、うん、まだほらふにゃふにゃってなんかスポンジみたいでしょ。あとね、5時間ぐらいやればですね、完全にカラカラになると思います。はい、ほんで、これね、このマシンですね、なんていうんですかね、こう乾燥のね、ムラはなさそうですね。下の方も上の方もほぼ均一に、乾燥してるようです。はい、あとですね、今まで使ってたね、こう下からぶわーっと吹き上げるタイプのやつ、あれよりも全然静かです。
最初壊れてるのかと思ったんですよね。こう安い3000円とかですね、まあせいぜい1万円ぐらいのやつっていうのはファンがすごい結構勢いで回ってね、下からバーッと吹き上げていくんですけれども、それがね結構うるさいんですよ。あとね熱がどん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 外にね出てっちゃうんですよね。こう引き上げてまあ対流するんですけど、やっぱりね外がね結構ねあったかくなるんですよね。なので結構夏とかやるとねかなり暑くなっちゃう周りがね、うん、でもこれはねファンはそんなにね強力に回るわけではないんで、ほとんどね音しないんですよ、うん、でまあそんなにね温風が外にどんどん出てきてっていうわけでもないんで、結構ね熱効率は結構いいんじゃないかなって思います。これね消費電力がね500ワットなんでね、どうなるかわかんないですけど、またねいろいろと調べたらやってみてねやるかもしれないんですけど、まあこれね、うん、あと5時間ぐらいすればですね、多分これ作ったようにですねパリパリになりそうなんでね、はい、またいろいろなものをねやっていきたいと思います。今回はねドライフルーツだったんですけどね、今まあ生姜もちょっとやりたいし、あとですね人参もねいろいろ試したんですよね、ほんで最初のうち失敗しましてね、あとは、うん、かぼちゃとかですね、じゃがいも、じゃがいもねそろそろね芽が出てきそうなんで、そろそろ永久保存にしてやらないとね、今はねおがくずにの中に入れてですね涼しいところね、今年ね本当にねあったかい日が続いたんでね、秋過ぎて10月11月になってもですねあったかい日が続いたんで、結構ねさつまいもとかも危なくっていうかねダメになっちゃったりとかね、人参なんかもねそうやっておがくずで保存するのがね、でその中でもねじゃがいもはねやっぱね結構優秀ですね、はい、腐りはしないですね今のところね、なんですけれどもやっぱりねそろそろね芽が出てくると思いますんでね、芽が出てくる前にですね、永久保存にしてやろうかな、一つはねレトルトにして、うん、カレーとかねそういうの入れてね、でもまだうまくいってないんですけどね、前も失敗例で出したと思うんですけど、じゃがいもをねそのままですねレトルトにするとね煮崩れするんですよ、ね、ものすごいね、メイクインだったらどうなのかわかんないんですけどグズグズになってしまう。それと人参もそうですね、前も動画撮りましたけど結構ねレトルト保存すると柔らかくなっちゃうんですよ。だけれどもカレーとかですねシューに中に入れてあるとあんまり煮崩れしない、その原因はちょっとわかんないですけどね、うん、水分じゃなくてやっぱ油分とかですねその辺の影響があるのかもしれないですね、うん、だとしたらもしかすると油と一緒に保存するともしかすると126度で加圧して殺菌して保存してももしかするとうまくいくのかもしれないです。この辺はいろいろとねやりながら考えていきます、はい、ちなみにねこうね可愛いやつがあるんですけど、これはねやっぱ温度をね、一定に保つやつなんですよね、はい、今これセットしたのは70度にセットしたんですけど、これはゴムとかですね、あとレジンとか二液性のねやつね、そう型取りしてやったやつなんかなかなかね、早く固まらないんでね、その時にこれ使ってやると完全に、5時間ぐらいで固まるかな、ゴムなんかもね、はい、普通だと12時間とかですねもっとかかるんですけれども、温度を70度ぐらいに設定すると、固まりやすいということでね、これやってるんですけどね、はい、ということでですね、いろいろと
これからも実験しながらですね、植物、食べ物をですね、永久保存する方法ですね。永久というか、まあ5年とかですね、10年とか持つように、いろいろとね、試してみたいと思います。なかなかね、やってる人たちもいるんですけれども、例えば人参ね、やったんですけど、乾燥はしたんですけどね、食べようと思ったらね、硬くて食べられなくてね、戻したんですけどパリパリになっちゃって、じゃがいももね、それで失敗したんですよね。今はね、やり方分かってるんでね、またそれも紹介したいと思います。本当にね、美味しくね、戻して調理できると思いますのでね。はい、ということでチャンネル登録の方もよろしくお願いします。失礼します。